App Store をタップします。カカオトークと入力、検索し、カカオトークをタップします。タップして、詳細を表示します。下にスクロールします。現行のバージョン、機能などを確認し、トップに戻ります。インストールをタップします。 インストールが終了したら「開く」をタップします電話番号を入力し「次へ」をタップします電話番号の認証を行います内容を確認して「承認」をタップします4桁の認証番号を入力します SMS から「 4桁の番号が送信されました。SMS の通知がない場合はメッセージを開き確認しますこのようなメッセージが SMS で送信されています4桁の数字を入力します次へをタップします カカオトークで使用する名前を入力し、完了をタップします。ウィンドウの内容を確認します。今回は、OK をタップします。カカオトークの登録が完了しました。トークをタップします。かかともとして、 カカオチームが追加されています。トークはこのようにチャットのようなデザインになります。カカオチームのアドバイスを読んでみましょう。トークをタップすると元の画面に戻ります。その他をタップします。その他では各種設定を行えます。 かかともをタップします。スタート画面はこの画面になります。カカオトークで友達との会話を楽しみましょう。